今日は、前にやりました、ペンギン、こういう普通のペンギンちょっとやってみてください。ペンギン細かく言うと真ん中で一回ダウンです。ダウンアップダウンアップ、ただあんまりこうあんましっかりダウンアップというよりもちょっと体の中でリズムをそう意識するぐらい。でもこのペンギンではなくて、僕がよく質問されるこっちのペンギンです。まあ前回僕男ペンギンっていう名前でこれやってます。で前回の動画見てもまだわからないという方が結構いらっしゃるので、今日は徹底的にこの形を後ろ向きでやろうと思います。ちょっと僕やるので、みーさんと渡さんついてきてもらっていいですか。ワン、ツー、フォー、みーさんどうできてる。渡さんは怪しい。みーさんから見て渡さんどう。足の順番は足の順番は何が怪しい。今後ろ向きだったら見てる方分かると思うんですけど、一回踏むところからワン、ツー、スリー、イー、フォー、まずこれでワン、ツー、スリー、イー、フォー、ダッダンダッダンダッダッダッ、キック後ろ回ってダッダッダッ、でも順番は毎回右左右左だよね。毎回右左だよね。速くなるところもあるけど。でもね、覚え方はワンツースリーフォー、ここだけ速い。ワンツースリーフォー。これ僕の動きで真似してください。この形ちょっと足はずっと、ちょっと一回正面に戻ります。ずっと足は順番通り、ワン、ツー、ダッダッダッ、次ちょっとひねりますね。タッ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 の時にこう45度ずつ体がずれますね。タッタッタッ。であとはこの体がずれるとこでちょっと僕深くやってるんですよ。ワンツー伸びてプッシュ、ちょっとここで遠洋漁業みたいなこう男らしさを出してるんですよ。どっちが男らしいか、ちょっと勝負、みーさん。みーさんの方がかっこいいね。ここだよね。この説明をね、してほしいんだよ。これこの前に俺聞かれたんだよ、これどうやってやるんですか。でも肩引いてますよね。肩、そう、俺は肩引いてる感じ。これ見てる人が分かりやすく後ろ向きだと、ワン、ツー、スリー、イーで引きますね。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、次、セーブ、エイ。この、スリー、イーと、セーブン。引くかな、まあ人それぞれかな。引くってやる人もいれば重たいものをこう押すっていう感覚でこう、どっちでもいいと思うんだけどね。自分の好きなこっち、
こうおサンタクロースが大きいお土産をこう引っ張ってくるイメージでやる人もいれば、逆に引く自分の好きな方で、普通のペンギン、普通のペンギン、こう、ツー、四角いものを持ってくる。四角いもの、四角いもの。ああ、なるほど。四角いものの形を変えずに。あ、そのイメージいいね。さすが。今ミンさんが言ったあの四角いこうあのなんか板、ベニヤ板みたいなのを曲げたりこう折ったりしないで、この平らなまんまこの板を持ったまま。あ、そういうイメージでやるとやりやすいかも。あ、そうだね。すげえ。セーブ、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シック、セーブ、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、シック。そうだね。この、わかんない人は最初こう板を持って、板を持ったまま、こう、やる。そうするとこの手の形もシルエットが保てるんですよ。かっこいいシルエットがこう。でこの板を持ってる感じで何回か練習していただいて、でだんだんあの分かってくると思うんですよ。そのうちあこういう感じかっていうのが分かってきたら、ちょっとこう溜めるってこう。ちょっと僕ね口でやっぱね説明できないんですよ。この感じ、このエイヤーコーラーみたいな、このこれがちょっと慣れていただかないと。あ、どっちかっていうと俺も引くイメージだ。引くイメージが強いかも。ちょっと音でやってなきゃいけない。音でやるから。あ、シュッ、セッ、うん、わかんなくなっちゃった。ソウルステップの、ペンギンパート2でございました。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。